来年2月の完成を目指して工事が進められている帯広市総合体育館今日付けられた新たな愛称は四葉アリーナトカチ名付け親はトカチに工場を置く四葉乳業です帯広市が命名権を売ったところ年間750万円なんと30年もの期間の契約が成立しました

その道内第1号は2007年に名付けられた札幌市南区の真駒内積水ハイムスタジアムです JR 北海道でもネーミングライツが導入されています今月の5日から JR 手稲駅でも始まりました看板を見てみますと「手稲」の文字の下に北海道科学大学最寄り駅と表記があります 経営難が続く北海道 JR としては全国初の取り組みで年間300万円の広告収入に期待を込めます一方札幌ドームは年間5億円5年以上の契約という条件で2011年に2度命名権を売り出しましたが買い手は見つかりませんでした企業の PR 施設側の収入確保双方に恩恵がある命名権ですが明暗が分かれています。